アスカのゆるゆるるラジオと見せかけてあの町この町おのおの小町町づくりラジオ、はいえー、時刻は午後7時になりました。 ままちづくりラジオの時間でございます、はいえー、パーソナリティは私荒垣と申しまして、はいえー、全国各地のさまざまな町の話題をお届けする番組なんですけどもそうですねあの各市町村の,、ねあのえー、市の取り組みとかあの公,共施設の、ね、公共施設の活用とかそういった話題をお届けする番組なんですけどもね。 そういったちょっと、えー、公共的なお話が多い番組ですので先日 FM 小座の忘年会に参加したところラジオを聴いてくださっているリスナーの方からは「あの僕の番組 NHK みたいとね NHK みたいな番組ですよね」という、ね、あのお声をいただいたんですけどもね,ねそれは褒め言葉と思って、ね、ありがたく。 ね、お言葉頂戴しましたけどもね「NHK みたい」というね言葉いただきこれは褒め言葉と思ってね頂い,いてね僕はあの学生の頃もね僕はあの20今は30代,な30代なんですけども20代の頃も20代の頃からこんなキャラなので、ね、20代の頃からこんな感じのキャラなので合コンでもね合コンあの合同コンパ、ね、男,女男女が、ね、お酒を酌み交わす。 合コ,ンでも合コンでもこんなキャラなので合コンの時も僕はあだ名が NHK というあだ名その時ね <laughs> NHK というあだ名いただいたのでねもうこれは褒め言葉と思ってねあの若い頃から20代の頃から頂い,いているんですけどもね,ね10年経った今でも NHK というキャラねまあ楽しく過ごしておりますよということでねえー、っとねこの番組はまちづけラジオと申しましてね皆さん1週間いかがお過ごしでしたかね 僕はこの1週間はね、えー、とちょっとお買い物をお買い物ね僕誕生日が12月なものですからねえー、と来週ねあと1週間後ぐらい誕生日なんですけどもね誕生日なんですけどもね誕生日なので自分へのご褒美ということで、えー、ちょっと財布を買い替えようかなということでねちょっと財布をねちょっと財布5年以上使ってた財布56年ぐらい使ってた財布があったのでそろそろ あの財布を切り替えようということで財布をお買い物に昨日あのね僕が探しているブランドがあのパレットクモ字にたくさんちょっと揃っているかなと思ってパレットクモ字に行ったらたくさんねあの揃ってたんですけどもえっとちょっと今回はデザインとかよりもまあデザインも重視したんですけどもまあブランドカルバンクラインが好きなのでカルバンクレパレットクモ字に行ったらカルバンクラインの財布が他のお店でたくさんあったんですけども。 ですけどもねちょっとねこれというものには巡り合わなかったのでパレット小文字から那覇メインプレイスに移動したら那覇メインプレイスにもいくつかカルバンクライン扱ってる店舗があってその那覇メインプレイスでは僕の僕のねえー、っと好きなデザインのものがあったので那覇、ね、メインプレイスさんでカルバンクラインの財布をね、えー、昨日買って昨日買ったので僕は今日とてもハッピーでございますとても現在ハッピーな。 ハッピーハッピーでございますよ。というわけでねこんな感じで、ねえー、僕は1週間はそんなお買い物日和でしたけどリスナーの皆さんもねクリスマス前な,ど前なので家族へのプレゼントのお買い物で皆さんもね家族へのプレゼントで皆さんもお,、ね、お買い物に出かけてるかな。というわけでこの番組は「まちづくりラジオ」と申しましてまちのさまざまな話題をお届けする番組なんですけども。 ねあちなみに、えー、今日、えー、町の話題でていた今日の沖縄タイムスのスポーツ欄に載っていた、えーとね、沖縄県糸満市出身で現在平成国際大学に通っている知念姫野ち,ちゃんという女の子が、ね、平成国際大学のが、えー、重量上げ重量上げで日本一重量上げで日本一をあの2回目日本一を 2回,目2回目の日本一にね V2 ということで新聞に載って,ってたんですけども糸満市出身ということで僕の後輩で僕もつながっている僕の,あの、ね、知り合いでもありますので後輩10歳ぐらい下なんですけども10歳ぐらい下なんですけども彼女はまだ大学生なんですけどもちょっといろいろ糸満市で出身が一緒であの、ね、お話ししたりすることもあの昔あったのであの連絡先もつながってはいるので。 知念姫ちゃんに何かファンレターがありましたらファンレターがありましたらあの僕に何かファンレター預けてくれたら僕がお送りすることもできますのでね知念姫野ちゃんおめ、えー、と日本一の優勝おめでとうございますというわけでねというわけで、えー、と今日のこの番組の街の話題はですねえっ、ー、と昨日昨日ね朝日橋に移転リニューアルオープンしました沖縄県立図書館についてお話ししていきますのでね昨日沖縄県立図書館が朝日橋駅 のすぐとねリニューアルオープンしたのでそのお話についてそのね県立都市化のお話についてねえっ、ー、と進行していきますので皆様も何か県立図書館に関する話題がありましたらねぜひメールをお寄せくださいねえー、とメールアドレスはですね 761-fmkoza.jp761-fmkoza.jp つくだプライドつくだプライドつくだ品質 というわけでね。えー、では、ここで一旦 CM です。 「チャンチャカチャカチャンチャンチャン」「チャンチャカチャカチャンチャンチャン」「チャンチャカチャカチャかちゃんちゃんちゃんちゃカチャかちゃンチャンチャんちゃンちゃカちゃカちゃかちゃンちゃンちゃんちゃカちゃカちゃンちゃンちゃんちゃんあらかきのじじネタ川柳」「少子化に追い打ちかける妊婦勢」 えー、というわけで、えー、今日の「時事ネタ川柳」は、えー「少子化に追い打ちかける妊婦税」ねあの。妊婦というとあの赤,ちゃん赤ちゃんを妊娠するあの妊婦さんのことなんですけども今年の4月から妊婦さんに、ね、あの妊婦さんがあの、えー、っと医療機関に行く時病院とか ね、病院とか医療機関に行くとき妊婦さん以外の人と人よりも、ね妊,婦さんね、妊婦さんであれば普通の一般の人よりも何か上乗せされる法律が今年の4月からあの開始されまして、ね、あの普通の風邪とかでも普通の風邪とかでも妊婦さんであれば一般の人よりも、ね、あの上乗せされる料金が取られることが今年の4月から 開始されてねこれがちょっと社会問題ニュースになってるんですけどもえこれ国のねえこれはやっぱりあのえ賛否両論 P の方がやっぱり多いんですけども何で妊婦さんね未来の子供もをね未来の子供をねあを誕生させる妊婦さんが何で余計に税金を多く取るシステムが今年始まってるんだってあの賛否の P の方が多いんですけども国の言い分としては あの妊婦さんであれば普通の風邪であってもより一層お医者さんたちがより一層気をつけて慎重に対応するのでその分の料金ちょっと他の人にも気をつけて対応する分の料金を頂戴するのであの対応としてはより一層手厚いサポートになっていますのでこれはいいことなんですよと国は 言っているんですけども国は言っているんですけどもねえー、っと言ってるけども、えー、っとこの賛否のピの方の妊婦さんを逆にもう少し軽減した方がいいんじゃないかっていう立場の意見としては、ね、妊婦さんをより一層サポートするのはいいことだけどその分の料金を今年4月から上乗せするっていうのはどうなんじゃないかなっていうねえー、っとそれで。 徴収するんだったら妊婦さん本人からじゃなくてあの他の国の他の予算とかから、ね、妊婦さんのため軽減してあげるとかそういったのを使った方がいいんじゃないかなという意見もありまして、まあ、これは賛否両論あるんですけども、ねまあ、これは今日の話題ではないので、ね、ちょっと話を一旦置きますけども今日のお待ちの話題はですねあその前にですねあの先週のメール先週この番組でメール、えー、とちょっとご紹介できなかったメールが番組先週ねちょっと時間の都合上 えっと読むことができなかったんですけど先週はえ町の話題は私が沖縄県社会教育委員という委員をあのねあのやっておりまして社会教育委員社会教育委員というあの町の公共施設とかね町の公民館とか図書館とかのけん調査研究をしてどのようにねあの整備したらいいかとか運動公園とかも町の公共施設を調査研究する委員が各市町村にもいるんですけども。 その社会教育委員の仕事についてリスナーの方から、えーと「社会教育委員には青少年育成条例なども取り扱っているんでしょうか?」というメールが先週あったんですけどもちょっとその返答がちょっと先週時間間に合わなかったので今返答いたしますと「はいね取り扱っております」ね「青少年育成条例」についても私たち社会教育委員は取り扱っておりますのでね是非ねあの 社会教育委員はあの人が2人以上集まって何かを勉強する勉強する活動すべてが範囲なので、ね、公民館とか図書館だけじゃなくて青少年育成条例といえばあの青少年のための施設だったり、ね、あの青少年の家とかだったりあの青少年のために何か、ね、青少年のし、えー、と報道とか。 報道って言ったらあのちょっと夜間報道とかちょっと非公的な話だけじゃなくていいもっとなんかプラス的なプラス的な意味のなんか青少年指導とかもねあの2人以上集まって勉強することにつながるものは全て社会教育の取り組みなので、はい、青少年育成条例も私たち社会教育が調査研究の対象ですのでぜひ先週メールを くださった方私たち社会教育委員に何かご意見をお預けいただいたらあの県の社会教育委員や市町村の社会教育委員の委員会で、ね、あのそのお話を教育委員会でお話しさせていただきますのでぜひこの番組や町づくりラジオ宛てにメールをよろしくお願いします。ということで今日の街の話題は話は変わって今日の街の話題は、えー、昨,日昨日15日土曜日に日橋那覇市の旭橋駅の隣に 移転リニューアルオープンした沖縄県立図書館についてお話ししていきますよ昨日オープニングセレモニーだったんですね昨日オープニングセレモニー、ね、沖縄県立図書館が昨日リニューアルオープン、ね、リニューアルオープンしまして、ね、沖縄県立図書館なので代表挨拶はえっ、ー、は県知事玉城デニーさんの予定ではあったんですけども、ね、デニーさんはちょっとあの公務のためにちょっと欠席ということであの、ね、他のね他の 方がちょっと代理で代理であの出席してたんですけども僕もその,あのセレモニー僕もあのちょっとあの招待状が来てたのでちょっとあのねえっと関係者関係者としてあのオープン前のオープン前のオープニングセレモニーにちょっと出席したんですけどもねあのあのなんだっけセレモニーのテープカットテープカットはあのその県議会議員議長とかねそういった 代表の形がテープカットをしたんですけども僕たちはその、えー、来賓、えー、と隣接してたんですけども、ねえー、っとそれで昨日オープンしたんですけどもまず、ね、皆さん、えー、っと昔の沖縄県立図書館、代々木公園の隣にあった県立図書館は駐車場たくさんあったんですけども何十台かあって、ね、結構遠方から来てる人でも気軽に止められたんですけども新しい県立図書館はやっぱり朝日橋にあるということで駐車場は1台も現在ございません。 現駐車場は現在、あの無料ではあございませんといっても無料ではない、無料ではないんですけど、有料になります、やっぱり旭橋駅は土地が高いですので、私沖縄県立図書館、旭橋のは、もう無料のは一切ないんですけども、割引もないんですけども、えー、と図,書館を図書館利用のための割引はないんだけど、えー、とでもそこまで、そこまで駐車場、ね、建物の中にでも駐車場、有料駐車場は入って,入っているんですけども、そこまで高くないのが20分100円、20分100円。 というと、1時間300円、20分100円、1時間300円、ね、20分100円で1時間300円なので、図書館に行くと大体皆さんね、1、2時間ゆっくりすると思うんで、2時間ゆっくりしても600円と考えたら、そこまで、ね、あの朝日橋の一等地にしてはそこまで高くないかなと思うので、2時間いても600円なんですけども、もっと安くね、ね、丸1日、新しい図書館だから、もう丸1日8時間ぐらいいたいよという方。 8時間ぐらいいたいよってう方、8時間いたら、じゃあ、料金2400円になっちゃいます、あでも最大料金が1300円打ち切りです、ね、最大料金が1300円打ち切るとなってますので、ファミリーで行く方、ファミリーで一日中いらっしゃる方は、ファミリーで1台家族で行って、一日最大打ち切り1300円だったら、そこまで高くないかなと思いますので、ちなみに、旭橋駅、県立図書館から、十数分歩いたら、十数分歩いたら、えっと、最大料金打ち切り500円のところが、 十数分歩いたら最大料金500円で打ち切るところが、ね、十数分歩いたら結構ちょこちょこ点在してますので、ね、ちょっと土地勘詳しい方は調べてみてもいいかと思いますよ、ね、新しい県立都市ね、えー、とたくさん席があってね、えー、と3階、4階、5階があの一般利用ができるんですけども3階、4階、5階、ねえー、6階にはちょっとしたあの会議室みたいなのもあるんですけども、まあ、一般的にあの使うのが3階、4階、5階、ね、オーパ那覇の大場の。 那覇の大パの3階4階5階に入っておりまして3階が、えー、子ども子供中心のフロアと考えていただいて OK です3階がねあの大パ,パからすぐね大パに入って大パの3階が、えー、子どものための子ども中心の部屋ねあの絵本だったり児童書だったりねあのねあの 子どもーーが絵本を読んでいる間お父さんお母さんは隣で何か子育てに関するヒントの本を読んだりするのがなのでファミリーで楽しめる部屋が部屋の中心は3階で4階があの一般のフロアになっているので一般のもう少し子ども向けではなくても一般の小説だったり一般のビジネス書だったり、ね、が4階になっておりますオ大葉の、ね、那覇の斎橋の大葉の4階が一般の ビジネス書もあったり、ね、ビジネス書もたくさんあってなんとビジネスコーナーには隣にビジネスルームという部屋もありまして何かビジここではビジネス本のすぐ隣に、ね、あのちゃんとドアがあって仕切られた空間でセミナーとかを開ける、ね、みんなでセミナーとかを開いてみんなでビジネス書を読もうみたいな、ね、セミナーも開けちゃったりみんなでビジネス本をみんなで好きな みん,なみんなでおすすめのビジネス本を紹介しようみたいな、えー、こともこのビジネスルームという部屋では、ね、あの結構十数人二十数人入りますので、ね、ビジネスコーナーはもうこれすごく人気のあるコーナーに今後なっていくかと思いますよ。ね、その他五5階、ねえー、この図書館の5階は沖縄関連エリアになっておりまして5階はもう沖縄に関する資料がたくさん並んでおります。ね、沖沖縄縄関連資料沖縄、ね えと沖縄と県立都市館は全国の中でも特に、ね、あのその土地の、その県の共同の共同資料はトップレベルと呼われておりますので5階はもう、ね、5階は共同エリアとなっておりますよ。ね、もう沖縄県立図書館すすごいですねちなみに、ね、県立都市間年末年始だから忙しいから、ね、年明けてからでいいやとお考えの方やっぱりこういうオープニングイベントって先着順で何かもらえるんじゃないのということありますよね。 もらえるんです。もらえるんです。先着順でね。えっ、ー、と先着順で昨日オープンした投資先着順でトートバッグがもらえちゃいます。トートバッグトートバッグね。あの本がやっぱり都市化なんで本が入るような本が10冊程度入るぐらいのね。トートバッグ、トートバッグが先着順でもらえますね。えー、でも先着順って言っても昨日オープンしたから、もう昨日時点でもう全部なくなってるんじゃないのと思い。の あなた違うんです県立図書館はそれも考慮して毎週毎週先着なんですねそ,その1日だけ先着じゃなくて昨日なんと4000人以上来たということなんですけども昨日,日4000人来たけど昨日時点ではこの4000人のうち先着何百名か、ね、毎週毎週先着何百名かって決めていますので昨日4000人いたけど昨日の4000人には全員にはまだトートバッグ渡ってなくて毎週先着なので来週 来週ね来週明けにもう先着順そしてまた再来週も先着順でね配ってますのでまたトートバッグ先着順でもらえますよ皆さんねねというわけでねえー、っと権立図書館新しい権利図書館皆様ね行ってみてはどうでしょうかというわけでねえ県立図書館紹介してみましたけどもねはいではえー、っとですねじゃじゃ本のつながりで 本のツルがあるでせっかく本の話をしたのでねあの僕のおすすめの本を一冊ご紹介しましょうね。ね本のご紹介タイトルがですね、えー、っとこの番組は「まちづくりラジオ」という番組なのでまちの研究に関する絵本を紹介しますね。まちの研究というとね、えー、っとビジネス書みたいな難しい本じゃねえのね市役所と市長さんとかが書いた本じゃないのと思いきや 絵本絵本子供が読む絵本で街の研究という絵本があるんですね。えー、作者が岡本真也さん岡本康子さんのお二人があのね、えー、著者でありまして岡本真也さん岡本康子さんこのお二人が作者でタイトルが街の研究という本なんですけども絵本。 絵本で街の研究ってどんな感じの絵本なんだろうと思ったらですね僕読んだんですけども想像以上に絵本ねあの子供向けの研究って言ったら街を歩いてたらあ電柱があったよ車があったよたくす街にはたくさんいろんなものがあふれてるなみたいなね子供っぽい表現の絵本と向きゃあのね想像以上の あのこれ大学生の研究でも大学生のレポートでもいけるんじゃねえぐらいの細かい研究が絵本の中で描かれていてというのもというのを紹介していきますと主人公の女の女子が小,学、ね、小学主人公が小学生の女の子,女の子が「今日はお父さんとお母さんと一緒に近くの街を歩いて街の研究をしました」という冒頭から始まって「この街にはいろんな食べ物屋さんがあります」 食堂、うどん屋さん、レストランを見て回りました。と言って、ね、ね、いろんな食堂もあったということなので、ね、あの、カレーライスとかラーメンとかたくさんあったよという研究なのかなど、というだけじゃなくて、なんと、ね、カレーとかハンバーグとかがありましただけじゃなくて、なんと、さらにどんどん深く、一口にカレーと言っても、カレーラーメン、カレーしめんカレーうどん、カレーそば、 バタ,ーライスバターライスにカレーを別でかけるなどお米自体に味がついているバターライスカレーとかもありますよみたいな、ね、小学生の女の子が一口にカレーといってもカレーラーメンカレーきしめんカレーうどんカレーそばバ,バターライスとか、ね、ここすっげえ細かい研究してんなみたいなやった後にその他ね食べ物以外に次はどんな研究をこの女の子がしたかというと次に私は。 商店街ののぼりや旗の研究をしました渋さよって <laughs>、ね、小学生の女の子は研究で町ののぼり、ね、町ののぼりを研究して、ね、お店によってのぼりの作りが違いますみたいな、ね、縦長だって横長だってデザインとかもいろいろ違いますみたいな小学生の女の子は絵本の中での、ね、ぼりの研究をして渋さよと思ってね,ねすごいですよねこれ本当に高校生とか大学生の、ね、なんか 町の研究でもいけそうな、ね、上りの研究ってねもうでだって上りを商売にする、ね、あのお店もありますからね登りを作る登り屋さんとかもね。でその他の研究で続けて研究で面白いのがですねその他の研究では町行く人たちの手のつなぎ方おいおい手のつなぎ方ってという次次には町行く人の手荷物の種類。 手荷物の種類といっても革製品、布製品、紙製品、ビニールなどのバッグの材質の,バッグの,材質のほか携帯としてはセカンドバッグ、リュック、ショルダーバッグ、ポシェットなど街行く人たちがどんな携帯の手荷物を持っているのか調べてみました。というね。 絵本の中ですっげえ研究小学生の女が知るんですけどもこのねもう手荷物の種類を携帯だけじゃなくて革製品とか布なのかも調査するってこれはもうこれ,これはもう商社マンの小学生じゃねえのと思うぐらい商社マンこの女の子はもう商社すっげえ商社マン取引研究できる小学生じゃないのというぐらいね街の研究をする絵本がありますのでねこの絵本ぜひぜひね えっと皆さん読んでみてはどうでしょうかねタイトルが「町の研究」作者が岡本也さん岡本本也ささんん子となっておりますよ、ね、皆さんもこの町の研究ね読んでみてはどうでしょうかね,ね。というわけでね「新しい新沖縄県立図書館」「昨日オープンおめでとうございます」ということでねというわけでねクリスマス前ですけどもリスナーの皆様も素敵なクリスマスとね素敵な年末を ねお届けくださいね僕は年末大晦日は東京にいる予定なので大晦日は東京にいる予定なのでね来週放送で何か皆様の東京のおすすめの情報がありましたらカウントダウンを教えてくださいねというわけで街づくりラジオをお届けしたのはつくだプライドでというわけでまた来週